車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。
あんたらが元に戻してくれたのかい。ありがとう。やるしかねえな。来ましたか？ジアカード。富士屋マートでのお買い物なら100円ごとになんと 1.5 ポイント。他のお店でのお買い物でもポイントが貯まるお得なカードです。今ならさらにお得なキャンペーン実施中。詳しくは店頭のチラシまたはウェブで。ほっと一息、頼りになります。富士屋マート。富士屋マート CS ウェイブステーション。お客様からいただいた今週のリクエストミュージック DJ マルチバースでトラベルズ。
終わったか。さっさと行くぞ。この感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。
びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。母さん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見たものに興味や興奮をもたらす精霊なんじゃ。ここの名主は以前から譲ってくれてしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってくだされ。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。どこの間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。どうも違和感があるな。これって何の跡だろう。泣くな、母さんに会わせてやるよ。お家に帰りたいよ。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。開かねえな。鍵を探すか。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。
さか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。するなよ。近寄るな、盗っ人だ。座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人武田家シートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんなやつは印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。ばあさん、やってくれたな。そうこるな。この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。Thank you.
先を急がなきゃ。大丈夫だよ。食べ、慌てずに食べな。見守ってくれそう。そうだな。行けそうだ。
前見直したぜ。まれびとの気配がする。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。Thank you.
強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べ、取り残された霊の居場所も分かるはずだ。妙なものはあるな。なるべく安くしてくれよ。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。なんかいいもんあるか。おいおい、ただで働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの？コツをつかんだみたいだな。お、なんだ？でよし。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？悪くない。一安心ってとこだな。タヌキ？何か言ってる？おい、力を使ってみろ。
気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。なんだ？まあ、悪いわけじゃなさそうだ。そうだね。